時刻は12時12分を回っています。さあ、それではですね、今日のゲストのご紹介を改めてさせていただきます。今日は愛知県原水爆被害者の会IU 会の理事長でいらっしゃいます金本浩司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一人は蟹江町役場政策推進室政策推進課本間智成さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今日ね、金本さん初めてのラジオということなんですが、お話もね、とても大切なお話ということで、はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずですね、本間さん、はい、はい、ご挨拶、自己紹介、ご挨拶、はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして私蟹江町役場政策推進室政策推進課の本間と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回の企画の趣旨のご説明の方をさせていただこうと思います。今年で終戦から78年が経過いたしました。で、今では身近な場所で戦争について見聞きする機会の方が減り続けております。多くの方々に平和と命の大切さを学んでいただき、後世に戦争の記憶を語り継いでいくために蟹江町としてこのような場を設けさせていただきました。過去にも平和リレートークという形で蟹江町の産業文化会館で講話を行ってきましたが、より多くの町民の皆様に知っていただきたいということで、今回 FM ななみで生放送とさせていただきました。この放送を聞くことで改めて平和について皆様が考えていただけるきっかけとなればいいなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。本間さん、完璧です。ありがとうございます。素晴らしいですね。さすがでございます。ありがとうございます。もう政策推進、素晴らしいですね。はい、もう分かりやすかったです。ありがとうございます。はい、先ほどもね、突然私お話進めさせていただいたんですけれども、はい、原爆のパネル展もね、8月2日から20日まで行われていたこと、ね、はい、いたりとか、はい、また広島のね、平和記念式典、中学生派遣事業なんかもね、そうですね、はい、8月5日6日に行われていたということなんですね、はい、素晴らしいですね。はい、蟹江町素晴らしくないですか。そうですね、もう本当にいろいろな、まあ、平和について学べる場があるのかなというふうに思いますので、はい、まあ、皆様も今回の放送もそうですけれども、はい、まあ、来年度原爆パネル展はじめいろいろ見て聞いて学んでいただけたらいいのかなというふうに思っております。その中の一つに、はい、今日ね FM ななみのご出演がね入れていただけたということは本当に嬉しく思います。はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあさあさあ、それではですね、金本さん、はい、ここからはですね、金本さんのね、お話に、今日なぜ金本さんが来ていただいたのかとかね、あと自己紹介も兼ねて、はい、お願いいたします。まず自己紹介からさせていただきますけども、はい、お願いします。私は金本浩司、1944年の11月に生まれました。広島で生まれたんですけども、だから原爆が落ちた時には9ヶ月、うん、姉の背中、15歳の姉の背中におんぶされて 2.5 キロ付近で被爆したんですね。だから何も覚えてないんですよね、私自身はね。そうなんですか、全くですか。9ヶ月ですから、はい、歩けない。そうですね、9ヶ月ですよ ね、はい、だけど被爆者なんです。だから戦争も原爆も知らない被爆者として自分では思ってるんですね。だけど今被爆者の年齢が85歳超えてますからね、はい、話はできるけどもなかなか動きが鈍いとかね、動きづらいとかいう年齢になってますので、はい、何も知らない私たちがこうして動いて、うん、みんなに知ってもらうという活動を中心にしてますね。はい、9ヶ月で被爆をされたってことじゃないですか。ということはその時はやはり被爆されたということで入院されたりとか治療とかはあったんですか。いやいや、もう被爆された時ですか、
被爆された時はもう瓦礫の下で15歳の少女と、まあ少女ですね15歳、一緒に逃げ回って、姉は私が死んでると思ってね、真っ赤になってるから、あの赤い血で死んでると思って助けてくれって言ったんだけども、もう被爆者ご存知のようにもう焼けただれて、で命あって水を求めて、みんな水を求めて水死ね、死んでる、そういう状況の中ですからね、治療なんてできないし、だからもう混乱の中で辛うじて生き残った。で私は今ラッキー、やっぱりラッキーなんだな、死んでて当然なんです、ね、周りみんな死んでるわけですから、10ヶ月ですしね、たまたまあの駅舎の中の屋根の瓦礫ですね、崩れた瓦礫の下にいたもんだから、まあ助かったということみたいですね、姉が言うには。そうなんですね、私はお姉様の立場に立つと本当に怖かったんじゃないか、だって15歳ですもんね、小さな弟をね、そうですね、本当に怖かったんじゃないかなって。だからね、私は、ま、分からないんだけど、15歳って私高校1年生ね、15歳ぐらいなんだけど、こういう少女がああいう体験した時にね、一体私をおぶったのを泣き止むから下に下ろして電車を見せようと思って、下に下ろして歩けないから手で支えながら下ろした瞬間に被爆した、ピカッとバーンとやられたって言うんですから、15歳の女の子は本当に下ろした私を抱いてね、抱き上げて、でまあ駅舎の外からダーッと大人が自分の頭の上を通り越したって言ってみるんですよ。それは覚えてる。で気がついて外出たら私が死んでると思って助けてくれって言ったんだけど、誰も助けてくれないんだけど、やっぱり男の人がね、私を雨から引き取って、戦争中だから防火要請ありますよね、その中に逆さにつけて、口から瓦礫を出して、ほっぺたピンと叩いたらギャーと泣き出したから、生きてるから連れて帰れ。だから姉はね、15歳の女の子はそこだけすごくよくて、私を叩いた、大人が、逆さに水槽をつけたら、その光景はねお姉様の、だからね、そっからもうほとんど何も言わないですね、だからその瞬間覚えてる。もう必死でしたよね。必死だったんだと思うんですね。93歳なんだけど、大体のことは忘れてるけども、私の名前だけね、ひろしという名前だけはね反応するんですよ。それが私は今、ああいう風に会った人っていうのは、いろんなこと忘れても、私の顔だって忘れてると思うんだけど、ひろしという名前に対してね、だからどんだけ私を探したか、生きてることに多分ね、ほっとしたんだと思うんだけど、まあね、未だによくわからないけど、多分私の名前に反応するというのは、そこだけはしっかり覚えてる、あの生き残った体験っていうかな、そこだけは覚えてるんじゃないかなというふうに思いますね。そうなんですね。もう覚えていらっしゃる原爆をね、体験って言い方はおかしいですけれども、被災された方がやはりもうねご高齢になってきているということで、今回ですね、IU 会の理事長として今日はねいただいたんですけれどもこの IU 会というのはどういう組織になるんですか？これはね、愛知県の原爆被爆者の会という、いうことなんですよ。愛知県なんですね、あの愛知県それぞれ各県で全部ありますから、愛知県の原爆被爆者今1500弱いますからね、毎年100人ぐらい亡くなっていかれるんですけども、それの、被爆者の団体、どんなことをされるんですか？まだね、被爆者はね、もう二度と戦争を起こさないという要求があるんですよ、それから核兵器をなくしたいと、で世界のどこにも被爆者を作らないというのが目標なんですけども、今起こっていることは、戦争起こってるし、プーチン氏は
原爆核兵器を使おうとしてるし、だから私たちの要求がなかなか実現していないと。核兵器はあるし1万2、3千あるし、だからね、全然私たちの要望が理解されてないっていうことですよね。そうですね、本当世界でね、この原爆を、ね、落とされたという国は日本、日本だけですからね。この日本が発信していく大切さっていうのはね、本当に、そうですね、また愛友会さんのね、この活動といいますかね、こう訴えていくことってすごく大切なことなんだなっていうふうにね、今日思いながらお話今伺っています。それではここで1曲、はい、お届けしたいと思います。次の曲、この曲はですね、福山雅治さんが長崎の、はい、原爆2世ですね、はい、そうですね、で作られた曲になります。クスノキ。時刻は12時27分を回っています。さあ金本さん、今日ねスタジオの外に教え子さんが来てくださってますね。実は金本さん先生でいらっしゃったんですね。ね、この間、昨日ですかね、同窓会があって、そちらの方のね生徒さんも一緒にね来てくださっています。ありがとうございます。もう小さなお子さん見るとね、もちろんね、あの金本さんが被爆をされた時よりも大きいお子さんでいらっしゃいますけど、もっともっとね小さな時に、そうなんでしょうね、何歳なんかなんかな多分ね歩いていらっしゃいますか、1歳過ぎてますよね、うん、だと思います。そしてね、今あのチャットの方をいただいておりますが、しんさんからもねいただいております。ね、おいっ子さんが15歳なので、先ほどのね金本さんのお話ですけれども、当時のことを想像もできないね、本当にね悲惨なね状況だったんですねってね、15歳そのおいっ子さんがね、あの同じお姉様と一緒の15歳ということで、うん、姿が ね、かぶるということなんですけども、本当に今日はね大切なお話を伺っていますが、今日ね聞いてくださっているリスナーの方に、また蟹江町のね皆さんに、特に伝えたいことを金本さんから何かございますか。たくさんあるんですけどもね、でもたくさんあるんだけど、はい、突き詰めて考えて今私が思っていることは、はい、例えば世界の状況はもうすでに戦争が始まってる、しかも、1年以上かかっても止められない、でもう本当にね、世界がロシアとウクライナの戦争を止められないっていうのがね、どうしても自分では理解できないんですよね、なぜなのか、でそれはね考えられるのは、核兵器をロシアが持ってて脅してるからですね。で核兵器はあの普通の、 あのどういうの、戦争のねあの武器とは違って、特定多数の人間を いっぺんにね、何万人も焼き殺すわけですから、だからでも現実にそれがあるもんだから、みんな手は出さない、でもウクライナを支援する、というような形なんだけど、いっぺん始まってしまうと止められない。だけど止められないからどうなるかというと、ロシアもウクライナも庶民がね、一般の国民がねどんだけ苦しんでるか、これを思うとね、私の今の答えはね、今の時点での答えは生きる、生きる、どんなことしてでも生きていくということが私はみんな大事なんじゃないかなというふうに自分で思ってますね。まさに深いですね、はい、いやいや、やっぱりね、生きる、生きるということ、当たり前のことなんだけど、でも生きていかないと、だったね100年90年から100年のしか生きれないわけですから、生きておれば、なんとかね未来、想像できるけども、生きていなければね、これなんともならないと。だから私は皆さんに、今日本もね防衛費が膨らんだり、あっち、というの今現実に今ね、あの沖縄の最先端の島ではアラートが鳴って緊急避難する、防空壕に入る
見、その今この時点で考えるとね、本当にやっぱり不安な日本だと思うんですね。先ほども言ったんですけどね、巻き込まれることはない、うん、あ、ま、戦争するということは日本はしないと思うんですよ、はいはい、だけども戦争に巻き込まれるということはあると思うんですよ、うん、で私は78年間、ね、終戦78年間戦争もなく生きてきましたからね、うん、ひょっとしたらこれはすごく大事なことなんじゃないかと。本当そうですね、うん、だから本間さんにね、うん、78年間、はい、今から生きれるかって言うと生きてほしいですけども、うんうんうん、やっぱり生きてほしいし、はい、もしもの場合でも生きて、うん、生きること考えてって先ほど言ったんですよ、はい、そうですね、はい、それ聞かれてどうですか本間さん。本当にもうただただもう生きていれば、うん、もう人生は進んでいくので、うん、本当に何があっても生きないといけないんだなというふうに改めて思いましたね。本当にね、はい、人生の大先輩からの大切な一言、ね、はい、私も今日本当にね大切にしていきたいなというふうにね、うん、思いました。生きるってことですね、はい、うん、さあそしてですねこの愛友会、はいはい、こちらの一番近い活動、こちらどんなのがありますか。今言ってる私たちはね、うん、あの、うん、戦争しない、核兵器をなくすという二大目標を持ってるんですけども、うん、はい、そのために、うん、あの東海7県、はい、富山、富山、石川、福井、岐阜、三重、愛知、静岡、この当面この7県の被爆者が集まって、はい、いろいろ我々の要求ね、はい、をどう実現していくのかというのを話し合う会議が8月の31日にやります。あ、そうなんですね、はい、で皆さんかなりご高齢に。 もちろんそうです、もうみんな私が一番若いんですから一番お若い。そうですね、戦後78年だから ね、だから私がもうもちろんお腹に入った子がいるから77が一番若いかな。あ、そうなんですね、うん、でもそこにね、あの今の若い、あの学生さんとかね、そういう方も参加できるようなお話聞けるようなねきっかけもたくさんあるといいですね、うん、そうですね、うん、だから金江町にも小学校で語り部させていただいたりしてますので。そうなんですね、なんとかね、だから万が一戦争に巻き込まれると本間さんレベルが兵隊に行かなきゃいかんって言って断ってねっつって、断る勇気持ってねって言って言ってるんですよ。本当ですね、小学校の語り部に行かれるということなんですが、小学校ではやっぱこのようなお話をされるんですか。はい、話の中身は一緒ですね、ただ語り口がね、戦争用語ってね、学徒動員って何のことかよくわからない、子供たちにはなかなかね、核兵器ってなんかよくわからないし ね、名前は知っててもね、はい、どんなものなのか、はい、そういうのを説明して、どうですか子どもたちからの反応は。やっぱね、うん、怖いということと戦争しちゃいけないためにどうしたらいいのって言うから、うん、勉強して、うん、で勉強しただけではダメだよ、動いて活動して伝えるということもいいし、うん、戦争の何か見に行くこともいい、動くということをやらないと、うん、戦争は起こってしまうかもしれないねって私は言ってます。そうなん、学ぶだけではダメ、声を上げるだけではダメ、行動する、行動する。その意味では私もねマイクを使ってこうやってお話しさせていただいて、そうですね、そうそう、はい、皆さんのお話をね、させていただけるっていうのはとても行動できてますかね先生。できてますこれがもう日本全国でやればね、はい、いくら日本が巻き込まれそうになっても、はい、止めることはできると思うんです。そうですね、うん、止めなきゃいけないし、私にできることがあったら何なりとおっしゃってくださいありがとうございます、頑張りましょうでもね本間さんこうやって、はい、あの先生がね、あの、はい、先生でねお仕事をされていた方が、はい、またこうやって語り部で、はい、蟹江町で、はい、ね、ご活躍していただけるというのは嬉しいですね、はいはい、そうですね、大変ありがたいことだと思います、はい、ありがとうございます。今回も、はい、ますますこれからお元気で、はい、もうね1日でも本当に1回でも多く、うん、このお話をね、はい、蟹江町でまたね他のねところでもいいですよね、
どんどんお話ししていただいて、はい、若い子は、はい、ぜひご協力お願いします。もう金本さんの貸し出ししてくださいよ、はいね、どこの都道府県でもいいよってね、蟹江町からね、もうぜひお話ししていただける、はいはい、もう元気ね、これからますますお元気で、うん、ありがとうございます、はい、もう楽しみに私たちもお待ちしておりますので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、今日は愛友会理事長の金本浩さん、そして、蟹江町の本間智則さん、はい、お話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。